にこんな素敵な器を作ってくれました。いつも応援される立場ですけども、今日は応援する立場に変わります。矢吹ワインです。皆さんこんにちは。ようこそ矢部美穂チャンネルへ。私たちは今ですね、両国国技館前にいます。今日は、はい、ベストボディジャパンという大会がここで行われています。そして私たちの友人の羽生田慎吾さんが出場するんです。慎吾さんは今年ですね、新潟で2冠、沖縄で1冠、そして首都圏でも1冠、ただいまですね4連覇中なんです。相当体を鍛えて今日を迎えているということを聞いていますので。でもね、一つの大会に出るのに食事制限したり、うん、体を鍛えたりって、まあそれは大変なことだと思いますよ、うん、今までの地方大会の上位3名が今日ここに集まって、はい、日本一を決めるということで、だから決勝に出たいってことは言ってたんですけど、やっぱそう簡単ではねないってこともおっしゃってました。なので私たちの他にもですね、愉快な仲間たちが今日は慎吾さんのために応援に駆けつけているんです。後ほどねご紹介したいと思います。では早速会場の方に向かいましょう。慎吾さん頑張って。なんか不思議だね、やっぱり両国って言ったらさお相撲だけども、今日は違うからね。相撲では来たことあるから、うん、あれ映ってるの？すごいね、今の感動はすごいね。感動はすごいね。よろしくお願いします。みんなで慎吾さんの応援しましょう。慎吾さんの 1,2,3,4,5 三輪族中、いつも応援される立場ですけども、今日は応援する立場に変わります。今日はね、WBC バリに応援しちゃいますよ、僕は。原田さん、さすがです。ベストボディジャパンの出場選手のアルファマック中途半端と昨日から出ていた体があったりとか、最新のものを履いていたりとか、歴史を感じる今年で11周年となりました。ベストボディジャパン12番の重村大輔、去年の日本大会高台選手の皆さんもお疲れ様でした。マッスルモデルマスターズクラスファーストステージ、マスターズクラス選手の入場です。かっこいい！
見違えるような体でしたね。うるっときたもん。すごいね、仕上がりすごいね。ああ、いらっしゃるんですが、非常に個性的です。あの真ん中にいらっしゃるのはもしかして原監督？原監督！原監督さんです。あん時のいなくてもいるよ。すごいよね。ねえ。もうそろそろわかります。実はもうですね、結果が出たんですけども、レベルが高いレベルだなぁ。日本一ってすごいんだね。毎日毎日トレーニング頑張ってこの舞台にね立てたので、みんなでね、お疲れ様でしたってことを伝えたいと思います。これで負けちゃうんだ。来年頑張ります。来年頑張ります。来年こそ決勝に行ける。いつもやるから。ここでね。はい。やばい、もう。ないらしいですよ。1キロ増えました。1キロもこの1時間ぐらいで増えちゃったというすごいですね。でこの後慎吾さんのお友達の凛さんもね、女性部門の方に出場するということなので応援したいと思います。応援したいと思います。はい、ですよ ね、 ね、上には上がいるということですね。46万人ラスト。それでは、もう46番のマスカーテープ、次、アクセサリーに至りまでぜひご注目ください。今回、ピックアップ審査はありませんでした。大会が終わって矢部家に来てくださいました。ありがとうございます。応援団の皆さんです。今ですね、フレンチトーストを食べてるんですけど、シンゴさん1年ぶりにパンを食べたんですか？はい、1年ぶりです。普段何食べてたんですか今年は？あの鹿とかイノシシばっかりです。ご飯もダメ？ご飯は増量するときは食べてますよ。減量するときは玄米とか、基本はあのブロッコリーとかトマト。でも本当にお疲れ様でした。来年は決勝に行けるように、ね、来年はもっと進化します。はい、じっくりとります。まだ打ち上げ、打ち上げです。打ち上げをご馳走されてます。ありがとうございます。いや、こちらこそご馳走になってます。お互い様です。矢吹ワインです。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に